紫大山は、鹿児島県の出水市と薩摩郡薩摩町にまたがる、出水産地の山である。標高は1067メートルであり、北札地域の最高峰である。泉山地の中でも抜きんでて標高が高いため、山頂付近の植生が、周辺地域とは異なっている。ブナ、赤菓子、モミなどの天然林があり、林木遺伝資源保存林に指定されている。 山頂までは掘り切り峠からの林道が通じている。山名の由来には二節ある。空格商人によって頂上に、上宮本源と呼ばれる小さな社が建てられ、山麓に、紫、小山家道院神教寺と、紫小山三所本源が創建された。社の名にちなんで、上宮学、あるいは上宮山とも呼ばれていた。紫小山は、青州の高野山と言われ、遺骨、 池などが山中に収められ、また、主原の戸が多数入山して、清州の大峰と称されて、西国有数の入り坊修練の大道場となるほどの規模を誇っていた。上京寺は、あと22の傍者を持つ天台宗の大臣院となったが、天正年間に戦乱のため荒廃した。渋山町には、鹿児島県内を放送対象地域とするテレビ局、 FM 局の中継局をはじめとして、各種中継局が設置されており、北札地区の機関中継局の役目を果たしている。薩摩郡薩摩町と出水市にまたがる。テレビ FM 放送局の中継局の名称としては、一般に、阿久根中継局と呼称される。紫大山中継局や川内出水中継局の要例も見られるほか、e モバイルは、薩摩日向局、 移動無線センター、九州センターは、買わないとしている。地上デジタルテレビジョン放送民放各社のアクネ、デジタルテレビ中継局、KTS 雇用手のアクネアナログテレビ中継局、NHK 総合、教育のアクネデジタルテレビ中継局、ラジオ第一の川内出水 FM 保管中継局2007年7月30日に、九州総合通信局より、アクネ中継局に、 地上デジタルテレビジョン放送の放送予備免許が交付され、同年9月20日の14時に試験放送を、同年10月1日日本放送を開始した。受信地域は、出水市、阿久根市、薩摩仙台市、市菊式野市、南薩摩市、伊佐市、薩摩郡薩摩町の各一部。UHF パラスタックアンテナの使用次第では、熊本県水俣市や福岡県筑後地区、 佐賀県南部、長崎県島原地区でも受信できる場合がある。アナログテレビ放送 MBC は1963年12月1日に、KTS は1970年3月7日に、KKB は1982年10月1日に、雇用手は1994年4月1日にそれぞれ開局。全局2011年7月24日をもって運用終了。 ERP などのデータは2008年1月時点の無線局面居上等情報に基づく。KKB と雇用手に割り当てられていた当中継局のチャンネルはアナログ放送終了後、そのまま引き継がれる形で2011年12月1日に開局したアクネ西目中継局の送信チャンネルとして割り当てられた。FM ラジオ放送送信設備 NHK。 FM とミュー f m の中継局 MBC ラジオの中継局 MBC ラジオのアクネ FM 保管中継局は2015年10月14日に免許交付11月1日に本放送開始 NHK ラジオ第一放送の川内出水 FM 保管中継局は2019年12月9日に本放送開始その他の鹿児島県内の送信所についてはカテゴリー 鹿児島県の放送送信賞参賞、ありがとうございます。